文教ハッピーベジタブル大作戦、通称ハピベジの授業で、区民や事業者、大学、保健所などと力を合わせて野菜を食べて幸せになろうをモットーに、野菜の食育を中心とした様々な取り組みを行っています。皆さんは野菜を毎日食べていますか？野菜は健康にいいというのはよくわかるんですが、ではどんな野菜をどのくらい、そしてどのように食べればいいんでしょうか？今回のスマイルライフは、そんな野菜の上手な取り方をご紹介します。教えてくださるのは、野菜ソムリエの光月先生です。光月先生、早速ですが、野菜は1日どのくらいの量を食べたらいいんでしょうか？野菜といってもいろんな種類があるので、一つの野菜だけをたくさん食べるだけじゃなくって、バランスの良い食べ方をして 350g 食べましょうというふうに言われています。350g ですか、はい、数字で聞くと分かるんですが、実際にどれくらいの量なんでしょうか？じゃあちょっと測ってみますか。はい、お願いします、はい、今回協力してくださる工藤さんと原さんの親子です。さて、野菜 350g を正確に測ることができるでしょうか？それではまず工藤さん親子の挑戦です。お願いします。まずどんなものから入れていきましょうかね。工藤さん親子が選んだ野菜、さてその結果は、 330g、ほんのちょっと少なかったようですね。原さん親子の挑戦です。どうぞ。もやしは結構軽いんですかね。ピーマンは人気がないですね。原さん親子が選んだ野菜、何グラムになったのでしょうか？かなり多かったようです。光月先生、2組の挑戦ご覧になっていかがですか？はい、そうですね、2組とも難しかったって言ってましたけれども、頭で考えるのと実際にこうやって量を見るのとは違ってくると思うんですね。なかなかやっぱり目で見てみると、これくらいの量なんだっていうのが分かると思いますので、普段から頭の中でちょっと考えながら食べてみるといいかと思います。あとは工藤さん親子の方はどちらかというと単色野菜の方が少なめだったんですね。そのバランスも考えながら取って 350g 取るといいかと思います。緑黄色野菜と単色野菜のそれぞれの取り方にポイントはありますか？はい、緑黄色野菜というのは、切った時にお腹の中まで色がしっかりついているお野菜のことを言います。ここであったら人参とか、それからトマト、かぼちゃなんですけども、中にしっかり色がついているものの緑黄色野菜は、実は油とすごく相性がいいんですね。なので、人参だとよくサラダで食べたりすることもあると思うんですけども、せっかくだったらオイルが少し入っているもの、ドレッシングを使ったり、マヨネーズであえてみたりとか、あとは薄くピーラーで切ったのをバターで炒めて食べる、油と一緒に食べるのがビタミン A、カロテンを上手に摂るコツになります。あと、この色が濃い緑黄色野菜の葉物類はおひたしでもよく食べますけれども、おひたしにした後に食べる前にごまとか、あとごま油をかけて食べるというのも効率よく栄養を摂るポイントになります。逆にこの単色野菜なんですけども、このナスに代表されるように外側よりもお腹の中の色が薄いものが単色野菜なんですね。この単色野菜は食物繊維とかビタミン C がとても多いんですけども、このビタミン C というのは水に流れ出しやすいし、加熱することによって壊れてしまうんです。
なのでなるべく本来だったら生で食べた方がいいんですけど、なかなかナスとか単色野菜を生で食べるのが難しいので、一番いい食べ方はスープにする。スープにすると野菜も食べることができますし、流れ出た栄養素を一緒に摂ることができます。あと炒め物の場合には、出た水分を片栗粉であえてしまってあんごと食べるなんていう方法があります。あとはできるだけ断面を大きく切るというのもポイントなんですね。小さく切れば切るほど栄養素が流れてしまうので、煮物にする場合なんかでも大胆に大きめに切ると断面から栄養が流れ出ずに済みます。2人は何か嫌いな食べ物ってある？ピーマンです。ピーマン苦手な方多いですよね。そうですね。ピーマンはやっぱり苦手なお野菜でも必ず上位に入ってくる野菜なんですけども、でもね、ちょっと切り方を変えたり調理法を工夫するだけで食べやすくなる野菜でもあるんです。実はピーマンなんだけれども、縦に切ったのと横に切ったピーマンを用意してみました。この切った野菜ピーマンで味がどう違うのか、ちょっと食べ比べてみてくれるかな。はい、いただきましょうかまずは横に切ったピーマンを試食ちょっと苦いようですね。続いて縦に切ったピーマンを食べてみます。さて、そのお味は？どう？さっきよりも苦い。苦くない。さっきよりも甘い感じ。あ、甘い。ピーマンっていうのは縦に繊維が入っていて、この繊維に沿って切ることによって苦みを抑えることができるんです。苦みの成分も縦に入っているので、縦に切れば苦みはそんなに出てこないんだけれども、これを横に切ってしまうと縦にある苦みを横に切ってしまうので、そこから苦み成分が出てきてしまうんですね。だから同じピーマンでも縦に切った方が苦みを抑えることができるんです。高月先生がピーマンを美味しく食べられるレシピを2つ紹介してくださいました。1品目の材料です。ポリ袋にピーマン、塩昆布、お酢を小さじ1杯、そして白ごまを入れて袋を軽く揉んでいきます。あっという間にピーマンの塩昆布和えの完成です。ピーマンにナス、トマトに餃子の皮、ケチャップととろけるチーズです。餃子の皮にナスをのせてケチャップをたっぷり塗ります。その上にピーマンとトマトをのせていきます。とろけるチーズをたっぷりのせて準備ができました。オーブントースターに入れてチーズが溶けてほんのり焦げ色がつくと、トマピーナスピザの出来上がりです。さて、そのお味は？子どもたちもピーマン嫌いが克服できたようですよ。いかがですか？おいしい。おいしい。本当にお野菜も切り方によって味わいというのが変わってきますので、もしちょっと苦手だなっていう場合にはちょっと切り方を変えてみるとか、あと調味料も加えることによって味がマイルドになったり食べやすくなったりしますので、ぜひ一つの調理法だけじゃなくって、いろんなアイデアでお野菜をたくさん食べるようにしてみてください。はい、先生今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。野菜大好き。